武井大友主神は、長野県諏訪地方の民間伝承の神。神名は、武井大友主神とも表記される。また、武井海美種、武井恵比寿神とも呼ばれる。ただし、諏訪下社大法り武井宿系図では、武井恵比寿神は、武井大友主神とは、別神でそのおこ神とされる。諏訪地方の先住神とされる。 伝承によると、諏訪大社に祀られている竹港人が諏訪に入ろうとしたとき、森屋人と共に竹港人と対抗するも破れてしまい、二柱は竹港人に仕えるものとなった。竹港人が諏訪に踏み入る前に、侵入者と妥協すべしと森屋人を説得しようとすると、森屋人の怒りを買ってしまったという話もある。立品神社の社殿では、竹家歯神が、 諏訪大臣に領土を譲ってから、縦品山に登ったと言われている。諏訪大社下望者の神職の一つ、竹石区を務めてきた今井氏の子祖とされた。恵比寿社作詞も地月にある大友神社もその名称から竹井大友主神と関連付けされることもあった。伝承では一説に祭人を竹井大友主神とする。ありがとうございます。